はい、今回紹介したいアプリなんですけど、こちらちょっとピントが合わないかな。このヴィンタジオっていうやつですね。ここにあるやつ、これをちょっと今日は紹介したいと思います。まずこれをクリックすると、ここにクリエイトやビデオ、まあエクスプレスモードとプロモードって2つあるんですよね。で、このプロモードは使ってないんでちょっとわかんないんですけど、このエクスプレスモードでちょっと試しにやってみたいと思います。で、このエフェクトなんですけど、こちらをクリックすると、こういろいろね、このなんかバックグラウンドっていうか、その背景というか画質を選べるんですね。まあこのクラシック B&W はこれブラック&ホワイトですね。あとセピア色だとか、こういろいろ種類があるんですけど、あんまりよくわかんないんで、今回はじゃあちょっとこのヒッピーでいってみましょうか。このヒッピーでちょっとやってみたいと思います。で、あと他にはこのクオリティ。まあこれは一番いいやつ選んでますね。で、サウンドトラックで、こういろいろ音楽を選べるんですよね。聞こえないな。こうやって音楽ありますね。もう一個のやつ。これちょっとディスコチックですね。今回ちょっとこれを選んでみます。で、戻ってみましょう。で、あとこのビデオタイムスケールですね。これ多分ビデオの動きの速さだと思うんですよ。で、まあ1.5倍速かな。とりあえずこれはこのままで。で、あとは、今はちょっと新しいやつは映せないんで、ロードビデオ。ここから僕が持ってるビデオを選ぶわけですよね。んで、まあ、今回はこれ。こちらの方を選びたいと思います。で、これをチューズして、ちょっと待ちますね。もうプロセスしてます。ここはちょっと待ちましょう。待つ、ずっと待つ、ずっと待つ、待ち続ける。待つ、ずっと待つ、ずっと待つ、と出来上がりましたね。これで完了です。ここでも動画が見れますんで。再生してみましょうか。あ、横画面にはちょっといかないみたいなんで。こういう感じで、ビデオが登録できます。で、あとはこの YouTube だの、Twitter だの。で、ここで、カメラロールに保存することができるわけですね。で、これは何でしょうか。シネマなんとかっていうアプリだと思うんですけど。で、これで以上ですね。これで一つのビデオが出来上がりました。